どうもチャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している一万です、えー、本日もこのコーナーでは今日朗読していく作品を紹介していきたいと思いますこの動画は朗読動画となっております音声コンテンツとしてご利用されたい方は画面を見ずともお楽しみいただけますまたすぐに本編をご覧になりたい方は概要欄からスキップできますのでそちらをご利用くださいさて本日朗読していくのは運の十座作三角形の恐怖です 運、えー、ュー座はですね、1897年生まれ、1949年没の日本の小説家、SF 作家、推理作家です。運、えー、ュー座はですね、SF 小説の始祖とも言われている方で、たびたび小説の中にもこう SF 要素出てくるんですけれども、まあ、科学に詳しくない僕からすると、こうなるのかなっていう、結構とんでも科学というか、 SF の中でもさらに SF みたいなえ展開が結構あってですねそこが面白みだなと思っておりますえこの三角形の恐怖もえそんなとんでも SF 出てきますのでどうぞお楽しみくださいそれでは改めまして本日朗読していくのは運の十座作三角形の恐怖ですそれでは本編をどうぞ 運の銃座三角形の恐怖それじゃあ今日は例の話をいよいよすることにしますかな罪滅ぼしにもなりますからねそうです罪滅ぼしです私の若い時のねいや 艶っぽいことなんんかか覚えはありませんから当てられるなんてことはありませんよそれは罪は罪だと思いますよ今でもねそうですもう20年も昔になりましょうか先帝陛下がご褒御になって中野の先の浅川に御漁ができた頃の話なんですよ その当時私は W 大学へ通っていました随分和光ござんしたよ今みたいにこんなにデクデク太っちゃいませんが中肉中背というやつでほっぺたも赤くて桜のつぼみかなんぞのように少し膨らんでいましたよ亡くなった姉のお友達に電車の中などで行き合うと宗男さんは いつ見ても子供さんですわねと懐かしがられたものですよいやこんな風なことは言わないお約束でしたねこれは失敬。そのころ私の家は東中野にありました中野の辺りを商船電車で通りますとヨドバシのガスタンクより右の方へ30度ばかり傾いたところにこんもりとした森が見えますが あの森の森すぐ下でした。ご承知の通り関東一帯に特有な大きい杉の森でして近所では他のどこの場所よりも高い小を持っていまして遠方から見ると天狗の巣でもありやしないかと思われるくらいでした私の家はその遠の森と呼ばれる真っ暗な森と玉川上水の跡である 一筋の小川をたてててかい合っていっましたどっちかというとちょっと陰気なそしてなんとなく坊主頭に寒い風が当たるといったような感じのするところでしたですから学校にいる間は大学生の中にもこんなふざけ方をして喜んでいる無邪気なやつがいるかと思われるように陽気に振る舞っていましたが学校が住んでから 電車を東中野駅で捨ててそれから家まで五六丁ほどの道のりを歩いていくうちにいつとはなく考え込んでしまうのです帰ってきて小川の淵に立ちかぶさるように広がった遠の森を仰ぐと今までの快活が砂地に潮が引くかのようにすっと消えてしまって目の下に急に黒い熊ができたような気になるのでした そうなると、いつまでも黙り、むっつりとして、その日教わってきた数学の定理の証明を疑ってみたり、その頃流行の犯罪心理学の物語を読みふけったり、卓木ばりの短歌を作ったりしていました。そんな調子の生活の中から、私はついに一つのトピックスを見つけ出したのです。それは、例の犯罪心理学の書物と、 自分のののの勉強ししてている数学との両方から偶然に発行してきたたもでであったのです。私の考えでは人間が脅迫の観念に襲われる場合にその対象となるものは平常その人間がついうっかり忘れていたとか気をつけていなかったものに偶然注意が向けられた結果急にそのものに対する注意が鋭くなって ついに一つの脅迫観念が燃え上がっていくのであってその対象となるものが単純でかつ至るところに存在しているものほど脅迫観念を加速度的に成長せしめるのではないかと思ったのですいや思ったどころか次の瞬間には必ずそうに違いないと考えましたそうなるとそのままでは放っておけないような気がして 早速これを実験して事実の上にも明らかな結果を出してみたくなりました私はそれからいろいろと単純で至るところに存在するものであって人間がうっかり忘れているものをあれやこれやと考えてみました考えていくうちに私は一つの面白い目標にカチリと突き当たりました三角形 そうだ三角形は3つの線分で作り上げることのできる最も簡単な空間であります私たちのように数学をしょっちゅう勉強しているものには三角形なんて忘れようとしたって忘れることのできないものですけれど数学に縁の遠い人ならこの最も簡単な空間であるところの三角形をついうっかり忘れているかもしれないと思いました。 それに三角形の表すキーな感情は円とか五角形とかの表すところとはよほど趣を事にしていていかにも我が意を得たる絶好の対象物だと思ったのでした私は小さい頃から南京豆の入っているあの三角形の袋が好きでした流し屋の店先などに丸いざるの中に打ち重ねて盛り上げられた 南京豆の三角形の紙袋を見ると買わずには通り過ぎることができないくらいでしたあの下の方へほっそりとした鋭角はのうのうとした気分でいる子どもの食欲を引きつけずには置かないのでした鋭角と子どもの食欲との間には必ずやある心理が横たわっていると私は思っていたのですこんな日頃の感じが 今の場合のヒントを与えてくれたのかもしれませんとにかく私は三角形の恐怖といったようなものをある人間に抱かせてみようと決心したのですそうなると今度は試験台になる人間を見つけなければなりませんそれからというものは学校の行き帰りに三角形の恐怖を容易に引き起こしそうな人物を 一生懸命で物色したものです10日ほどの辛抱の後私は頃合いの犠牲者をとうとう見つけることができましたこれが例の細田弓之助という人物ですこの細田氏の名前が弓之助であることやその時33歳であったことは後に例の新聞記事が出た時初めて知ったようなわけなのでした 33歳とは見えぬくらい細田氏は私の拝見した当時から老け込んでいました背は高くて後ろを向くと肩が寒そうに怒っていました別に寒い日でもないのに青い顔に黒いマスクをかけて私と同じように中野駅におずおずと落ち着かぬ様子で降り立ったのを見つけたのがちょうど例のことを念じてから10日目でした 私は細田氏が東中野の付近に家を持っていてくれればよいと思いましたその人が特にその日だけたまたまこの駅に降りたのであったらその居住の方へ追いかけてみてもあまり遠いところなら私の実験を行う上においていろいろと不便が感じられるに違いありませんでしたが幸いにも細田氏はあの駅を降りて私の方とは反対の側に行ったところなんですけれども 駅から2丁ばかりのところにあってかなり大きな家を構えておりましたこれはだんだん分かったことですが細田氏は当主の次男であって当主は数年前からここに今日構えていられたのでした私はまずこの実験を行うにあたってできるだけ細田氏の行動を観察してその性格を理解したいと思いましたまたその職業も私のように 理科や高科の人間であったりあるいは画家であっても困ると思って細田氏の行く先々にもたびたびついていきましたが都合のよいことに細田氏は無職で毎日何をするということもなくブラブラしている身分でたまに出かける先は病院であったり買い物であったりして友人も案外少ないことがわかりました大体いいそんなことがわかると私はいよいよこの犠牲者に対して 実験を行うことに取り掛かりましたちょうど学年試験がようやく済んでちょっと一月の休暇が私に与えられていました私の探偵したところによるとその頃細田氏は毎朝神田の白十字会病院まで注射を受けに行くということが分かっていましたので私は躊躇することなくことを始めました最初の日は私はわざわざ下町で買い求めてきた 正三角形のかまぐ口を犠牲にすることにしましたそのがま口を細田氏の歩む道路上に捨てておいて拾わせようという考えです私はその日予定の時間に三角形のがま口を海中に忍ばせて細田氏の屋敷の方へ出向きました細田氏の高層な構えの前には広い空き地があってその中を一本のきれいな道が30軒ほど続いて その向こうにこぢんまりとした借家が両側に立ち並んでいました駅へ出るには細田氏はどうしてもこの道を歩かねばなりません神経質な細田氏が病院へ出かける時間は大体いい9時30分に決まっていて必ずその時間には紋切り型に死の長身が太い御影石の門に現れるのでした私は細田氏に拾われることを信じながらも 万一他の御用聞きなどに拾われることをも覚悟の中に入れて帝国二分前に門前十歩ほどの路上にその三角形窯口を落としておきましたそしてすぐさま身を翻すようにして門前に続く広い空き地の片隅に佇んで細田氏の姿の現れるのを今や遅しと待っていました果たしてまもなく。 細田氏は例の力なさそうな姿を門前に表すと、スタコラと白い道を進み出しましたが、どんな無神経者の,の目にでも気がつかずにいない、赤い三角形の釜口は、やすやすと細田氏の中止の的となり、死の霧の下駄はカツッとなって、三角形釜口の前に止まりました。すぐ拾い上げるだろうと予想したことは外れて、細田氏は、 ステッキでちょいちょいとそのガマ口をいじってみましたが、突然顔を上げて辺りを見回しました。もちろん私の姿も目に入るに違いなかったので、私はつと横の路地の方へ大急ぎで飛び込んでゆきました。私は、細田氏が何か大声を上げて私を呼びはしないかと思いましたが、一向声も聞こえず、いつまでたっても元のように静かでした。 それから5分ほど過ぎたので私は路地から顔を出して伺いますと細田氏の姿はもうありませんでした私はすっかり計画が当たったのに小躍りしながらさりげなくガマ口を捨てたところに近づいてみますとそのガマ口はそばの溝の中に転がっていましたそれは多分ステッキで上から押してみて何も入っていないと知ると ステッキの先でこの溝へはじき込んだものに違いありませんでした私はともかくもそのガマ口を拾い上げていち早くその場を立ちのくとともに細田氏の眼底にこの毒々しい赤い三角形が刻み込まれたことを信ぜずにはいられませんでしたこうしておいてその翌日は細田氏に三角形の現質的な記憶を呼び起こさしめるために 同じような時間に出向いてあれから少し離れた道路の上に小さいセルロイド製の三角定規を落としておきました細田氏は例のごとく急ぎ足に出てきましたが今日は少しも立ち止まりもせず下駄で蹴飛ばしもせず捨てられたセルロイド製の三角定規のそばを過ぎていってしまいましたその三角定規が細田氏の目に映らなかったのだが あるいはそれが十分に意識せられ私の思い通りに昨日の記憶を呼び起こして不審な気持ちを抱きながらも何気なく立ち去ったのであるか一向わかりませんでしたこれではせっかくの計画もだめだと思ったので翌日はもう少し薬を強く効かせることに決心いたしましたこのために私は真っ黒ならしゃがみを 小さいながらも鋭い角を持たせるように切り抜きましてその上に新聞紙から「呪い」という字を苦心の末やっと3つ見つけてきてこれをその三角形の片隅に3つの文字が三角形をなすように貼り付けたものを作りましたこれを懐にして出かけた私は大胆にも細田氏の石の門のすぐ前にいかにも目につきやすく落としておきました その後で例の路地から今にも出てくるであろう細田氏の挙動を少しでも目から離さないようにしようと思いましたこの露骨な企てはとうとうよき以上に成功したのです細田氏は門のところへつかつかと出てくるや否やいきなり飛び上がるように身を退いて例の三角形の切り抜きのある地上を見つめたではありませんか私は ちょっと残忍性を帯びた微笑をせずにはいられませんでした細田氏は辺りをキョロキョロと見回しましたが身をかがめて霊の三角形を取り上げるとくるりと後ろへ向いて再び門の中へ消えてしまったのですそれから五分たっても十分たってもその姿は現れませんでした私は、 思いのほかにうまくいったことを喜びました以下の助教授連が学用モルモットを殺す時の気持ちに似た残虐的快感に燃え立ったのでした細田氏が10分間たっても姿を現さないのはおそらく死が自分の部屋に帰りあの呪いの三角形を見て前日のことを思い浮かべ外に出る気にならないのだろうと思いましたあの分ではは、細田氏は 前日の三角定規も確かに認めたのに相違あるまいということが考えられもしましたあの細い神経の持ち主がここまでくればもうちょっとやそっとではこの三角形の強迫観念からすされることはできまいということも思い合わせることができました科学に縁遠,遠い人間に三角形に対する恐怖を抱かせることのできた私はもうそれで初心の点を十分確かめたわけですから このところで手を引くのが当たり前でした。しかしいつの間にやら私の興味はこういう概念的なことよりも細田氏という一個の人間を操ることの現実的興味に変じてしまっていたものと見えて私はさらにそれからそれへと三角形の恐怖の段取りを進めていったのです。それがために、 ととうとう後にお話しするような取り返しのつかない事件を引き起こしてしまったのでしたともかくそれ以来というものは細田氏の病院通いがパタリと中止されました私は屋敷前の路地や空き地の片隅にたたずんだまま無駄な数日を送りました表からはもちろんのこと裏の木戸からも 細田氏の姿はちょっととも現れることがありませんでした私は今用意してきた恐怖刺激の種が数日間も死に供給せられないためにここまで運んできた計画が途中で妨げられてしまうんではないかと思って大いに気を腐らしましたがよく考えてみますとあれからのちは私自身が手を下さなくとも細田氏は自分でいつでも至るところ身の回りに 三角形の空間を見出して一人で三角形の恐怖を加速度的に増大させていたに違いはないのです例えばですね時計の指針は一日に数十回にわたって鋭角を形作ります窓から日が蓮に入れば三角形の影がたくさんできるわけです陽線をたぐれば偶然に枠が傾斜をして紙と縁と 三角形を成していることもないとは言い切れぬことです万年筆の先も三角なら女の額も三角形を成しているのでしょうそれからそれへと限りなくこの最も簡単な空間は細田氏の前に展開して死の恐怖は地獄を駆け回っていたことでしょう細田氏が家から一歩も出ないということがわかると 私はさらに手段を講じて死をまた別の方法で脅迫することを忘れませんでした配達された郵便物の上に不気味な三角のマークをつけることも少々冒険ではありましたがやってみましたこれは帽子もかむらずに勝手口の傍らで草でもむしっているような格好をすれば郵便配達婦は何の疑いもなく郵便物を私に手渡してくれます また細田氏の窓に三角形のタコを飛ばせて引っ掛けたり子供たちに紙で作った三角形の帽子をかぶらせて庭で遊ばせたりいろいろなことを試みましたしかしせっかくの試みも細田氏が外に姿を現さないのでその恐怖がどのくらいまで死に影響しているかをあからさまに知ることは難しいことでしたこれが活動写真か何かなら 私が変装でもして屋敷の中に入り込むのですがそれほど大胆なことはできない学生らしい弱気も十分にあったのですこんなわけで嫁ども答えずといったような有様に私は少し興味を失いかけて屋敷前の空き地に現れることもいつとはなしにおろそかになっていきましたところが長々と育まれてきた呪いは ついに最後のカタストロフを導き出すことになったのですそれはもう3月も暮れ4月に入って学校の授業も一両日中には始まろうという日でした私は残り少なくなった休暇をせめて一日でも有効に使いたいと思って珍しくも私の先輩にあたる砂が助教授をソメイの家に衰うために少し遅い朝半をしまうと の駅のほうへぶらぶらと歩いていきましたあれで34丁もありましょうかくねくねとした道を通りきってそこは駅まで一本道になっているところまで来ました見るともなしに向こうを見ますとちょっと初めは気がつかなかったのですがぼうこそやつれたれ常に変わらぬひょろ長い細田弓之助氏がこっちへせかせかと歩いてくるではありませんか 私は今少しで大きな声を立てるところでした。驚いたことに、細田氏はすっかり痩せてしまって、その顔はひげこそすってあるが、顔の下にある骨の角角がはっきり見えるほど頬はこけ落ち、前よりも3倍も大きくなったかと思われるその目は嫌に血走っていました。私は相手がすでに私を知っているかどうかを考えました。もし細田氏が、 屋敷の前に不審な挙動をして徘徊する私を窓越しにでも見覚えているものとすれば私が彼に近づいた時大きな声でも立てられ「この学生はくせ者だから踏んじまれ!」などとわめ彼でもしようものなら大変だから逃げた方がよいと思いましたそうでなくて細田氏が私を例の三角形事件と結び合わして承知していないのなら私は平然と 狂犬のののごとき死の横をすれ違って通るのがよい。たとえ理由なくとも今向こうからやってくる死の顔を見て逃げ出したのでは霧のようになっている敏感な死は瞬間に万事を悟って誰かでの容赦なくたちまち狂犬のごとく噛みつくことであろうそう思うとさすがに私も身体極まっていつの間にか往来に立ち止まったのでしたその時でした 不意に横丁から笛と太鼓と小との騒々しい破れ返るような音響が私の耳を叩きました。と、はや私の体を前に押し出すようにして私の前に躍進したのは近所の寄席の番組代わりでも触れて歩くらしい広告屋のじいさんで背中には赤インキで染めたビラを覆い腹につった大きな太鼓の前には 三角の広告機をたくさんつけ背中の後ろから伸び上がった竿の先に体を全体を覆うかのように広げて取り付けられた紅白だんだらの花傘の上にまで一面に赤い三角旗を立て回していた私は一瞬間このグロテスクな侵入者に驚かされましたがすぐ眼前の敵である細田氏の姿に目を移しましたその時あっと思う間もなく 細田氏はくるりと後ろを見せるが早いか、コウモリ傘を広げたような格好をして向こうへ逃げ出しましたが、すぐ左手にあった喫茶店へ、大慌てで飛び込んだものです。その姿を一目見ると、私は何もかも事情が分かってしまいました。いや、何も知らない広告屋のじいさんは、細田氏の恐怖の的である三角形の旗を、体中にひらひらとひらめかして、 大戦将軍のごとく向こうへ押し進んでいくではありませんか私は急に体が軽くなるのを覚えましたそしてカラカラと笑いたくなりました実にその時です細田氏が今逃げ込んだ喫茶店から白いエプロンを締めた女が戸口へ真っ青な顔をして飛び出してきましたが「大変です!」 誰か早く来てくださいとバタバタ足踏みをしながら両手を頭の上へ差し上げて打ち振りました絹を裂くような若い女の声に喧騒の渦巻きの中にあったようなさすがの広告屋さんのじいさんも驚いて後を振り向くと喫茶店の戸口へ駆けつけました続いて近所から人がバラバラと飛び出してきて喫茶店の方に集まってきました 若い女は何かわけのわからぬことをわめきながら戸口から家の中の方を指さします。人々はどやどやと入っていきました。これはただことではない。私はあの中へ飛び込んだ細田氏が出てこないのが不思議に思われました。しかし次の瞬間にはこれは細田氏がどうかしたのに違いないと思いました。 私はまた何日かのように残忍性の興味が体中から噴水のように湧き出てくるのを感じずにはいられませんでしたそうなると奇妙にも勇気が出てきて私はダッとのごとく駆けつける近所の人の袖の下をくぐって喫茶店の中に飛び込みましたああしかしそれは なんというものすさまじい光景であったことでしょうかこの喫茶店の室内装飾は実に機械を極めた表現派様式のものであることが一目見てわかりましたそこには不思議な形に割れた三角形がその部屋の至るところに怪しい立体面を築き上げていました部屋の壁紙は白と黒と木との 1> 畳一枚くらいもあろうと思われる三角形で凄まじい宇宙を作っていました7色とりどりの酒瓶が並んでいる帳場の棚にはこれも鋭角三角形で取り囲まれていましたそれよりも一層驚かされたのはこの部屋の片隅に細田氏が仰向むきに倒れ手足は雲のごとく放射型に強直され蒼白の顔には たる巨大な白目を剥き出し歯は食いしばられて唇をかみ見るもむごたらしい最後を遂げていました驚いたのはそればかりではありません細田氏のかばねのそばには四角なテーブルが対角線のところから三角形をなして真っ二つに割れて転がっているのでした私は 激ししい戦慄に襲われましたそして三角形恐怖事件に関する今までのことごとくの事柄が浮かび出て脳髄の中を駆け回るように覚えました私はその三角形に割れたテーブルが表現派好みの三角形のテーブルを2つ並べ合わせてあったのが転がって2つに割れたように見えたのだということを知る余裕もなく飛ぶように喫茶店を出ると 一直線に家へ帰りました。そして自分の机の前に体を投げ出すとともにこの浅ましい試みが生んだ惨劇の中に間接ながら取りも直さず殺人者である自分を見出して激しい自責と恐怖とに身を震わせましたそれから時計は静かに回りました夕方に配達された夕刊には。 カッフェで大往生と題して細田弓之助33が喫茶店黒猫で頓死したが原因は病み上がりの身であまり激しく駆け出したため心臓麻痺を起こしたものらしいとあったのです私は大脳の耐えきれない苦しさを少しでも軽くしようと願って昼間出かけようと思った先輩の砂が助教授のところをおとない 一切を告白して適当な処置を教えてもらおうと決心しました外へ出てみますとその日の惨劇を忘れたかのような静かな夜の帳が深々と降りていました例の喫茶店さえどこに死人があったかというようなにぎやかさで陽気な若い男の笑い声が高く大きく街路へまで響いていました 私は少し気が軽くなってその前をすり抜けるように通り過ぎて駅に出ました染井の須永先生の書斎に通されたのはもうく時を回っていたのでした私は早速三角形恐怖の試験を始めるいきさつから今日の惨劇を見るに至るまでのことを緊張理に細々と告白しました先生は。 短い口ひげを指先でもみながら静かに傾聴されましたが私の言葉が終わると低い声でかろがろと笑って「君はこのごろ血と神経衰弱のようだよ若いみそらでそんな小さいことをくよくよ心配していると君の姉さんのように病気に乗せられるかもしれないよ日本全電力を 火山を利用する火力発電にことごとく改めてしまおうという大計画を抱いていた日頃の君とも思えないじゃないかそんなことは心配する必要はちっともないよと言ってくれました私は常日頃尊敬する須永先生からこのカ々ロとした表現を聞くことができて喜んだのは当然です それでも多少の開墾を持って家に帰りましたいやまだ少し話の先があるのですよその明くる日のことでした差出人の書いていない手紙が私宛に参りましたこれを母がいぶかしそうに2階の私の部屋に持ち込んできた時は思わずはっとしました 多分どこからかの脅迫状でもあろうと思いましたがたった一人生き残った母親へ心配をかけたくないと思ったのでそれはそそっかしい親友 A の筆跡に違いないと話して安心をさせました母が海外へ降りてから早速小アは封を切ってみますと中には要線が45枚閉じた手紙が出てきましたそれは、 ずいぶんと乱暴な筆跡で書き殴ってありましたが文章の最後には差出人の名前がちゃんと出ているではありませんかそれに驚いたことはこの差出人は昨夜死んだ細田弓之助その人なのです私はその手紙をもう焼いてしまったので今日あなたにお見せするわけにはいきませんが だいたいこんな意味のことが書きつづられていました宗男君私の命は今日に迫っているそれは私にはよくわかるそして今を除いては私が君に呼びかける時もまたとあるまい私は最近になって君が昔私の捨てた恋人の たった一人の相手であるということを知ることができたのだそれを今まで知らなかった私は万事にどのくらい驚き続けたことであろうかしかし今となっては何事も全て遅いのだもはやお察しの通り私は8年ほど前君の姉さんである時子と恋に落ちていたのだ私は25で とき子は二十歳だった。二人の恋は偶然なところから結ばれて秘密裏に続けられたので、私たちの間のことはおそらく君の母君とでもご存じあるまい。私は二十五と言っても全くのお坊ちゃんであったし、とき子はどうかというと、その病気のゆえんもあったのであろうか、年よりもずっと進んだ気持ちを持っていた。私は、 5つ下の彼女が私に振る舞った年上らしい熱情を今でもはっきり思い出すことができるここへ書くのも恥ずかしいことだが無反省な若い心を持っていた私はふとしたことから時子の胸の病を知って驚いたそれと同時にあまり激しすぎるように思われる彼女の熱情が耐えられないほど嫌に思われてきて 私はついに彼女と別れる気になった忘れもしない8年前の今日のことだいつもはわざと住居から遠く離れて秘密な恋を味わい喜んだあの佃島で私ははっきり切れ話を持ち出した時子の嘆きがどんなであったかそれは想像に任せる私は時子を砂の上に突き倒して逃げたのである その時時子は発作に襲われて激しくせきこみながら叫んだ言葉があるそれはデルタデルタというのだその先はせきが激しくなったのでどうしても言えなかったのだろう私はそれでも逃げたしかし彼女が別れの時に苦しい息の下から言わんとした意味はよく私に分かっていた デルタというのは君も知っているとおり三角巣ということだ私たちはこの会合の場所である佃島が三角巣であるところからデルタと日頃呼んでいた時子の言いたいことは私の心の静まった時いま一度このデルタへ来てくれ思い直してぜひ来てくれということを言いたかったのだしかし私は ついに行かなかなった私はもっと無邪気な少女を恋の相手に欲しかったのだ私は時子が翌年死んだことを聞いたそれ以来私はなぜか非常に憂鬱になってしまったいろいろの名医に診てもらったがどうもはっきりせず体は痩せる一方だ私はこの年まで結婚はついにしなかったいや これにも時子の呪いが被っているのかもしれないところが先月のことだ私は家の前に続けざまに3日間物こそ買われデルタに違いなき三角形のさまざまなものを見いださねばならなかった私は時子の呪いの総う誕生日が近づいたことを知ったいやその上に それからというものは時子の顔が窓の外に現れたりいろいろと変なことばかりが重なった時子の顔と思ったのはその弟である君の顔だということにやがて気がついたしかしその時私は時子の弟があからさまに時子の呪いを報じて私を脅かしつつあるという新しい事実にせんりつしなければならなかった 私は実に苦しはにい。君の家も調べさせて分かったから今日にも突然君を訪ねて一切を話そうかという気にもなってはいるしかし面と君と向かうだけの勇気はなかなか起こりそうにもない今日は朝から7年前のデルタの上で別れたことを思い出しているとどうやら今日は 自分が死にそうな気がしてならないこのまま死んでは私の罪が一層重なるわけだから今のうちにちょっとしたためて君へ送っておきたいと思ったのであるただ一つ心がかりはどうして君が時子の呪いのデルタを探し出して私を脅かすようになったかということであるしかしこれとて 今は聞いても何の役にも立たぬことなのであるが4月9日細田弓之助私はこの手紙を読んで呆然としました私が17歳の時に胸の病で別れた美しい姉がこんな秘密を抱いて死んだとは初めて聞く事実でしたまた細田氏が 偶然私の選んだ試験台でありながら亡き姉を捨てた恋人であったことは一層不思議なことでした細田氏は私が事情を知って死をデルタで脅かしているものだと死ぬまで思っていたことでしょう何はともあれ細田氏の死去が逃れられない呪われた運命の仕業であることを知った私はどんなに心が軽くなったことでしょうか それからというものは、私は見違えるように家の中でも快活になって、何事も知らぬ母親を脅かしたり、喜ばせたりしました。あの陰気臭い遠の森さえ、暴風雨の前に立つ巨人の像のように、雄大に仰がれるようになったことでした。私の長い話は、これで大体おしまいなのです。が、例の癖で、 いいにちょっととだけ言わしてもらいたいことがあるのですよ。それはこの話の中であなたもお気づきのことだろうと思いますがいくら私の姉が上手に細田氏のことを隠していたって生みの母に一度も疑われずに来たというのは随分おかしなことだと思うんですよ私はこのごろではどうやらこの事件の本当の内容が分かってきたように思うんです 私の憶測がもし間違っていなかったとするならばですね、私はやっぱり細田氏を三角形に脅かして、関節に殺したことになるのです。つまり、私の立てた説が本当にものすごい価値を表したことになるのですね。あの手紙ですか。あれは、あの晩訪ねて行った須永先生が、私のことを大変心配して、どうにかして、 若い空の私に元気をつけさせようと思って大急ぎであの手紙を捜索したのじゃないかと思っていますそれに一つ根拠のあることは母の話によると実は姉の生きていた頃姉は大変須永さんを褒めていて誰かが悪口を言うとしまいには涙を出して泣いたくらいだということですあの手紙の中にある細田氏のことというのは 実は須永さんの創作にしてかつ須永さん自身の体験の一部を漏らしてあったのではないかと思うのです遺憾なことに須永さんもそれから数年後英国へ留学してあの地で奇妙なバクテリアに取りつかれて亡くなったのでそんなことに気がついた時にはもう事実を須永さんから聞き出すこともできなくなっていましたそうなると私は 罪を背負わなければならぬことになりますが、そんなことはどうでもよいという気がしています。いや、あなたが今ご覧の通り、これで体重が19貫ありましてね、至極のんきに生きています。昔のような安価なセンチメンタリズムに陥るには、今のところあまりに健康すぎるというわけなんですよ。ははははは。